こんにちは噂の歴史フェイクニュースの時間です本日のニュースですグレートゲームが再燃でしょうか最新 ai ロボットが主導する国際スパイ戦が始まっています2024年国際情勢は再び大きな波乱を迎えていますかつてのグレートゲームが現代のテクノロジーによってよみがえりその舞台は19世紀の中央アジアからデジタルと物理世界の境界線に移り変わりました 最先端の AI 技術を搭載したロボットたちが従来のスパイ機関の役割を引き継ぎ国際的な情報戦の主役となっています特にロシアから登場した新型スパイロボットイワン・インフィルトレーターは世界中から注目を集めています顔認識技術をはじめとする高度な情報収集能力を備えターゲットの行動パターンを学習し 模倣することでその存在を気取られることなく任務を遂行します対抗するようにイギリスはシャーロックサーベイランスを開発このロボットは高度なハッキング技術を駆使しインターネットを渡り歩きながら敵の通信を傍受する能力を持っています最新の報告によればこれらのスパイロボットは国際会議の会場や重要な政府施設の周辺で頻繁に目撃され その活動は日々巧妙さを増しています例えば、イワン・インフィルトレーターは最近ヨーロッパで開催された首脳会議に記者に扮して潜入し、会議の内容を外部に漏えいしたという噂があります。また、シャーロック・サーベイランスは国際銀行のセキュリティシステムへの侵入に成功し、金融情報の流出に関与している疑いが浮上しています。このように デジタル時代の新たなグレートゲームが、ロボットと AI 技術をフィーチャーした壮大なスケールで繰り広げられているのです。このニュースは AI で自動生成されています。以上、本日の歴史フェイクニュースでした。